宙に舞う割り箸のインパクト。今回はこちら、宮城県富谷市にある中華屋丹心を紹介してきます。お店の前でご覧のようにメニュー表を見ていくと、どれも美味しそうな中華料理ばかりです。裏にもメニューが載っております。待っている間の妻春の様子と、入り口にご覧のような商品がありました。とてもインパクトのある料理。それでは早速入っていきましょう。多くの有名人が来られているようです。私たちは入ってすぐの席に案内していただきました。ご覧のような店内になっております。テーブル、カウンターどちらでもいただけるようです。お店の上の方にご覧のようにたくさん並べた文字がとても気になります。席に座ると、なんとバッグの置く場所もあります。ありがたいですね。そしてすぐにこちら、運命を変えるアンケートというものが渡されました。噂では聞いていましたが、こちらエコひいきがすごいというお店で、運命を変えるアンケートを書くことになりました。内容を聞いてみると、とてもとてもすごい内容になっております。これはぜひとも皆さんご自身で行ってその内容を確かめていただきたい。本当にここエコひいきがすごい店です。エコひいきがすごすぎて、ご覧のように有名な方がたくさん来ているようですね。こちらの名物、天空揚げ焼きそば、私は五目をいただくことにしました。ご覧ください、これ食べれるんです。そして妻はこちら、天空揚げ焼きそばの麻婆を頼みました。それでは早速食べていってみましょうと思いきや、春曰くこちら可愛いそうです。私には理解できないその可愛いという感性、それも踏まえて早速食べていきたいところなのですが、こちらどうやって食べたらいいのか正解が分かりません。ふざけておりません。こちら食品サンプルではなく、通常通り食べることのできるメニューとなっております。食べ方は分からないまま、春から食べようと持ち上げようとしたところ、全然持ち上がりませんね。そうなったらもう笑うしかないです。ということで、箸を置き去りにして箸で食べようとする春、苦戦しております。結果かぶりつくのが無難でしょう。これは、私はこれ頼んだ覚えありません。 H&K チャンネル。それではこの得体の知れない揚げ焼きそばを、あ、やっぱりこうなってしまいましたね。私も正解がわからないまま、それでは早速食べていこうと思います。かぶりつくしかないので、かぶりついていくと、ご覧のようにパリパリという音とともに揚げ焼きそばが四方八方へと散りばめられていきます。どんな状態か皆さんに見えるようにカメラを変えてみます。ご覧ください、こんな感じです。こちらは春が食べたいということで注文していたようです。中はトロトロのチーズ、それを食べながらもこちらと葛藤します。パリパリしている下の方にはこのもちもちとした揚げ焼きそばもあります。私は表面のパリパリとした部分よりも下の方にあるもちもちとした部分の方が好みでした。皆さんにもぜひこの味を堪能していただきたいです。ごちそうさまでした。私もペロリと食べてしまいました。ごちそうさまでした。それでは最後にアンケートを書いていきましょう。運命を変えるアンケート、内容は秘密です。ぜひ皆さんも行ってエコひいきをされてみてはいかがでしょうか。 H&K チャンネル。次回の投稿はこちら、お昼を食べた後はもちろんデザートも食べたくなりますよね。ジェラートは別腹です。お楽しみに。